FNRS-2 は世界初のバチスカーフである。スイスの物理学者、オーギュスト・ピカールによって開発された。FNRS-2 の開発作業が開始されたのは1937年だったが、第二次世界大戦によって中断された。1948年に完成した。このバチスカーフは出資したベルギーの財団である。 ベルギー国立科学研究基金にちなんで命名された。FNRS はピカールが1931年に開発した高高度気球 FNRS-1 にも資金援助をしていた。浮力剤にはガソリンが使用され、電磁石は常時通電されており、電源を切ると鉄の重りが放出されるようになっていた。1948年11月3日の 西アフリカのダカール沖での試験選考では、無人で1394メートル、先行したのみだったが、ピカールは希望を抱いた。深海の圧力に、耐圧核は耐えたものの、波により、フロートが破損して、内部のガソリンが漏れてしまった。FNRS-2 は FNRS の資金が少なくなったので、フランス海軍に売却され、改造され、FNRS-3 になった。 ピカールは当初、相談役として、フランス海軍の作業に参加したが、1年程度で離脱した。オーギュストの息子のジャック・ピカールも、関心を抱き、FNRS-2 の開発に参加するようになっていた。ピカール夫氏は、その後、別に新しいバチスカーフの製造を行うことになる。ジャック・イブクス島も改造された、FNRS-3 に登場した。 ありがとうございます。